エクスプローラー7号は、アメリカ合衆国の人工衛星。1959年10月13日、ケープカナベラル空軍基地にて、ジュピター C によって打ち上げられた。太陽からの X 線とライマンアルファーフラックス、補足高エネルギー粒子、11次宇宙船の測定を目的に設計された。また、ベルナールスオミの平板放射系も、宇宙へ運び、宇宙から、 初めて地球の放射線量を観測した。これは気候研究における人工衛星時代の幕開けであった。スオミはネットフラックスラジオゾンデを使って測定した地球の熱平衡と大気圏の冷却率の二つを使って雲が太陽エネルギーの吸収に重要な役割を果たしていることを証明した。これらの観察は地球のエネルギー収支が雲や表面のアルベド、 他の吸収成分の影響によって著しく変化することを示した。これらの装置によって、スオミと彼のチームは、地球は当初考えられていた以上に太陽のエネルギーを多く吸収するということを発見し、地球規模の熱収支における季節変化の測定、定量化が可能なことを立証した。 衛星の質量は4 1 5ラムで高さ7 5トル、幅7 5トル。太陽電池により発電し、15のニッケルカドミウム蓄電池を装備していた。1961年2月まで継続的にデータを地球に送信し、1961年8月24日に停止。現在も軌道上に存在する US スペースオブジ Registry。 2006年12月7日閲覧、ありがとうございます。